アラムンチョプラス生中継ということで、皆さんこんにちは、アラムンチョプラスリポーターの体育かなえでございます。毎週土曜日アラブンチョチックから生中継をしているアラブンチョプラスですけども、今回私がご紹介する旬な話題こちらでございます。ドン、世界らん展日本大賞2018でございます。こちら場所は東京ドームということで、2月17日今日からですね2月23日までやっております。時間は、朝の9時半から、夕方5時半までやっております。入場は、5時までとなっておりますのでお気をつけください。ということで色鮮やかな世界に、やってきました。まずはどのようなイベントなのかいろいろと詳しく話聞きたいと思います。ということで大場さんよろしくお願いいたします。はい、はい、ということで世界らん展日本大賞組織委員会幹事の大場さんでございます。はい、お願いします。はい、いやもうこれはすごいですね。まずランの、数がすごいんですけども、はい、ランって何かご存知ラン、僕はもうやっぱ胡蝶蘭とか、そうですね、贈答によく使われますよね。はい、そうなんです、送る時とかにね。胡蝶蘭だけじゃないんですよ、後で、はい、まあ、見てると思うんですけど、はい、もう小さいものから非常に大きい、特に今回の日本大賞は、うん、まあ、見てびっくりされる。そうなんですか。ね、楽しみです。楽しみですね。はい、まずじゃあまずこの、分かりやすくこの世界ランってどのようなイベントなのかっていうのを、そうですね、はい、もともとランってですね、はい、世界中南極大陸以外に生息してるんですよ。はい、そうなんですか。2万5000ももう原種っていう野生のものがあって、はい、そんな種類なんですか。2万5000。それを人間がこう改良して作ってきていろんな色鮮やかなものが作られたりしてるので、知らなかったですね。それは、まあ、その魅力を伝えたくて、まあ、今回28回を数える。うわ、もう歴史あるね、はい、もうイベントとなっておりまして、う、ね、もう人もたくさん来てますからね。そうですね。でその日本大賞とかってこう選ばれてるやつがあると思うんですけど、選考基準みたいなのってどういう風に選ばれてるの？基本的にはそのお花そのものの素質というか、はい、質の高さと仕立て、特にその審査の日にその時間に最高な状態で見なきゃいけない。なるほど、もう匠の技が ね、しっかりとあるということですね。わかりました。大場さんからこう言えるランの魅力みたいなのを、そうですね、教えていただいてもいいですか。先ほどもその数の多さ言いましたけど、はいはい、もういろんな種類があるので、まあその人それぞれのニーズに沿うものが必ず見つかります。なるほど。まあ、そこでこうなんて言うんでしょうね、はい、選ぶことができるので、はいはいはい、まあ、それを元に楽しむ。なるほど。もうその人に合ったオンリーワンの、そうですね、花があるかもしれない、はい、ということで。ということです。なるほど、わかりました。はい、ちょっといろいろ話も聞きたいんですけど、ね、ちょっとね、いろいろ見てみたい。楽しみ。ぜひじゃあ行かせていただきます。はい、すみません、ありがとうございました。大場さん、お時間ありがとうございます。はい、すみません。じゃあ早速ね、もう種類も多いですから見どころたくさんでございます。行きたいと思います。さあ、まずはここがですね、早速、エントランスのオーキッドゲートでございます。こちら沖縄のね、美ら海水族館の円柱水槽を、ここで設置しているということで、中にはですね、美ら海水族館で生まれたトラフザメや、色彩豊かな熱帯魚とこのランのコラボレーションということで、入り口からいきなし楽園が、待っていますので、皆さんぜひね、来てくださいね。さあ、そして広いんですよ、紹介するところ多いですよ。さあ、もうどこ見てももう綺麗なランですから、カメラさんもね、今日はね、カメラの振りがいがありますよ。今日撮るとこたくさんありますからね。綺麗ですね。いきなり色鮮やかな、世界でございます。さあ、そしてこっちにも行ってみましょう。あ、こちらがですね、フレグランス部門ということで、香り豊かなランがね、こう両サイドでこう待ち受けてくれてるということで、あ、種類も多いですね。やっぱすごい、フレグランス部門ということで、いろんなこういう感じで、ね、部門で分かれて、こう配置してくれてるということで、あ、カメラさん、ありました、フレグランス部門。これだけ数ある中での最優秀賞と優秀賞と優良賞ということで、3つありますけどもね。ねえ、どうでしょうか。あ、やはり人気ですね。すいませんね、もしいい香りしました、やっぱ、はい、あ、いい香り、笑顔でね、ありがとうございます。ちょっとか、あー、なるほど、ちょっと柑橘系といいますか、香りいい、ちょっとこうアロマ効果みたいなのあるんじゃないですか。こうリラックスするような、はい、部屋とかに置いてたらもう、こうずっと癒されそうなね。あー、なるほど。
でもそう、入り口とかの花より確かに香り強いですね。こう癒されます。ここは素晴らしい。最優秀な3作品見せていただきました。他にもね、ここ本当この通り自体が結構香りがね、こう密集してて、こう視覚的だけじゃなくて、こう目、匂いでも楽しめるようになっております。あ、出ました、こちら日本大賞でございます。これが先ほど大場さんが言ってたね、日本大賞の、欄ということで、見てください、存在感すごくないですか。これやっぱ高さもありますからね。これ今回の日本大賞の欄なんですけども、やっぱいろいろあるね欄の中でも、あれだけ高さを出せるのはもうこれ本当にすごいんですよ。そして花束とあの花の茎があれだけね、こうバランスよく数多く、咲いているというのは、これすごい栽培技術がいることということで、これが日本大賞にね選ばれた選考基準じゃないかなと思いますけども、やっぱ大賞だけあってね、人の多さもすごいですね。ちょっとこれ僕もちょっとこれ写真撮っていいですか。ちょっと譲り合ってのいやーすごいですね。これはうわ、お客さんもねカメラを向けてますよ。存在感がすごいです。本当に日本大賞ですからね。ありがとうございます。さあ、そしてカメラさん、いやもっと見たいんですけどもね、今日おすすめのポイントたくさんあるんですよ。さあ、こちらもね個別部門だって、本当に今日はね数がね多いんですよ。ですのでいろんな部門がありますのでね、いろいろといろんな楽しみ方が、あると思います。こちらが大使夫人のテーブルディスプレイということでございまして、ランのね、いろんなその国のお国柄の、おもてなし方といいますかね、はい、そういった、ランでございます。綺麗にディスプレイされてます。さあ、まだまだございます。こちらも、うわ、すごいミニチュアディスプレイ部門、綺麗ですね。そしてフラワーデザイン部門、さあ種類も多いですよ、一つ一つ。さあ、そしてこちらがアート部門でございますね。すごい、アート部門ですよ。こちらでも聖火ですね、聖火でこう、聖火をアートにこう見立てているということで、すごい、ラン一つでいろんな見せ方をしてくれるんですね。どうですか、もうこれ芸術ですよ。アート部門ですから、一つ一つにね名前なんかもあります。すごい、ランランブとございますね。咲き乱れてる様子を表してるんでしょうか。素晴らしいですね、やっぱ綺麗。やっぱね、インスタ映えなんかもこれ今ね絶対流行るんですけど、これしますよ。これ、うわ、すごい、ランランマンですね。これはすごい高さもありますね。これはすごい、どれぐらいね準備に時間がかかるんでしょう。これはそんな作品がたくさんありますからね。さあ、盆栽ランブも綺麗だな、これすごいですね。盆栽の様子をこれだけ芸術に昇華してますので、見たことない、こんなの綺麗ですね。みんなやっぱカメラ向けますよね。これはもっとね、本当は一個一個ねゆっくり見たいんですよ。さあ、そういうことでアート部門他にもねたくさんありますので、ぜひいろいろね見ながらゆっくり見たい方、ぜひこちら来てくださいね。これ多分駆け足でやるより絶対一個一個ゆっくり行った方が楽しめるようなイベントなんじゃないかなと思います。さあ、そしてこちら抜けまして、まだまだあります。こちらがオーキッドパークとなっております。こちらもいろんな楽しみ方があるんです。さあ、そしてランの香りを嗅いでごらんということでございますのでね、これすごいね匂いが強い、ランがあるということで、あ、こちらですね、すごく臭いランだよと書いております。どうですか、匂い、変な匂い、変な匂いがする、変な匂いがするそうですよ。ちょっと気になるな、これはすごい、すごいですか、匂い、人それぞれみたいですね。人それぞれやっぱ感じ方、感じが、あー、でも僕はもうそんなにね、臭いというほどではないけど、まあ確かにこうね複雑な匂いということで、いやでも僕ずっと嗅いでられるぐらいですけどね。
なるほど。でも香りは強いですね、確かに、他のところではさっきのフレグランス部門とは違う香りを、出しております。そしてこちらオーキッド2ということで、いろんな動物に見えるようなランがこちらにあるということですね。さあ、B オーキッドということで蜂に見えるんですね。こちらが蜂に見えるようなランでございまして、こちらもバタフライオーキッド、あ、本当だ、すごいですね、本当完全に見えますね、これ蝶々に、すごいな、ラン一つでこれだけ種類があるんですね。いやー、すごい、知らないことで。さあ、そしてこちらもキモカワオーキッドとございまして、さあ、こちらはキモカワイイ、キモカワイイランがございますということで、ミジンコランとかもあるんですね。これミジンコランですかね。はい、すごい、くちばしラン、あ、くちばしに見えるようなランもねあるということで、すごいですね、本当にどれだけ種類、まだ僕が回ってるのこれだけでほんの一部ぐらいですから、まだまだあるんで、あ、そしてここで記念撮影コーナーがございます。あー、たくさんいますね、やはりお客さんも。ここ記念撮影撮れるんですよね、はい、これは撮れますよ。あ、なるほどなるほど、あ、ここで記念撮影、あんな感じでね、撮ってくれるんですね。あ、こんにちは。ここはもう記念撮影コーナーということで、はい、ランに囲まれた、はい、そう、ここがね、パネルもそうですけども、ランも綺麗でね、これいい思い出になりますよ、これは。これはもう、お手持ちのというか、自分のカメラでもいいし、あ、はい、はい、プロのカメラマンがお取りしまして、プロの方がね、撮ったりもしてくれるということで、はい、で、気に入っていただいたら、はい、お写真のご購入もいただけることができます。なるほど、買うこともできるということで、これね、いい思い出になりますよね。ぜひ、はい、ご参加いいですか、はい、いいですか、お願いします。ありがとうございます、笑顔素敵ですね、すみません、ありがとうございます。いや、ごめんなさい、あ、ごめんなさいね、待ってる方いらっしゃいますけども、あ、いいですか、じゃあ、すみません、カメラ1台でご協力お願いいたします。あ、すごい、プロのカメラ、あ、それではお取りします。はい、にっこり笑顔でいきましょう、はい、手のひら見ていてください、手のひら、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、ではお取りします、ランランラン、確認します、はい、オーケー、バッチリ、ありがとうございます、掛け声もいいですね、ランランランと撮っていただくということで、気持ちもランランになります、ありがとうございます。さあ、そしてこちらですね、今撮ったのがここで出てくるということですかね、こちらで出てくるということで、こう、気に入ったらお買い求めもできるということで、1200円でね、ご購入もできるということで、いや、ありがたいですね、これは。やっぱ皆さん結構買われてますもんね、思い出になるというか、はい。さあ、ということで、こういうね、写真も撮れるということでございます。いや、もっとね、紹介したいんですけども、時間かけられてましてね。さあ、今日ちょっと、おさらいをしたいと思います。こちらですね、はい、こちら世界ライン展日本大賞2018でございます、場所は東京ドーム、日にちは、本日2月17日から、2月23日まで、やっております。時間は朝9時半から、夕方の5時半まで、入場は5時までとなっておりますので、お気をつけください。さあ、そしてまだあります、はい、こちらですね、世界ラン展スペシャルナイト開催ということでですね、こちら2月19日と21日の2日間でございます、時間はですね、5時半から、夜の9時まで、入場は8時半までとなっておりますので、お気をつけください。だから、夜ですのでね、こうカップルで来てもいいですし、仕事終わりにね、来るのもいいんじゃないでしょうか。いろんな楽しみ方がありますね。いや、ほんとこれどこ撮っても綺麗なんですよね、本当にゆっくり見たかったんです。今ね、こちらに行列とかもあるんですけども、なんかアフリカでしかね、本来は見られない貴重なランがね、あるということで、そういうのも大行列してますので、ぜひね、こちら実際に来ていただいて、見てほしいですね。こちら、パンフレットなんですけども、僕らがね、こっから入ってこうまっすぐ行けまして、日本大賞の前を右に行ってこう回ってきたんですよね。で、ここら辺なんですけども、あ、記念撮影ですね。この奥に不思議なアフリカのランたちがございます。これだけ、まだ行ってないポイント、これだけございますので、これはぜひ来るべきではないでしょうか。ということで、もうぜひこれ、おすすめでございますので、来てください。本日以上、さようなら。ぜひ来てね。